はよー。いるのかな？あ、いた。はよ。お、お疲れ様です。すごい、めっちゃ真面目だね。いや、うん。早番で、やることないから立ってました、うん。自動販売機のバイトのこととかって聞いた？前に。まだ。まだ？まだ聞いてないんですよ。あ、じゃあちょっとそれをしようかな。はい。はい。よーし、ゴーゴー。あ、店閉めた。一応ツイートしといた方が。確かに。忘れてた。よし。卵で行こう。決めた。あ、オッケー。卵で行きます。いいよ。あ、卵で行く。行きます？でもさ、日本語うまいよね。もう、うん。これはもう、デフォ。デフォ。この街で暮らすためのデフォ、うん。おー、最初はそうでもなかった。まあ最初は、うん。さすがに、純韓国人だから。でもすごいね、ちなみに、うん、何？アヌギフは、うん。何？何歳？あー、まあまあ。俺は、この街では23歳。この町で。この町では23歳。まあこれね、一人でやるとすごい暇だからね。確かに、うん。そうだ、聞きたいことあった。何？昨日、構想してたでしょ。構想してた。え、どうなったかとかって聞いた？聞いてない。聞いてないんだ。あった？いやー、なんとも言えない結果になった。2位でした。気持ちいっぱい。なるほど。2位でした。2位か。残念ながら。え、ちなみに、うん、車いっぱいになったらったら。なんか、うん、一体何が火種で？あー、ね、なんかうちの構成員が山、ウェスカーさんを引いてさ。あー、なるほどね。そうそう、よくあるやつだ。そう、よくあるやつ。そう、よくあるやつなんだけど、なんかすごい大ごとになっちゃって。はい、オッケー。うちの構成員の子が、その、自分の首をかけてやることになっちゃって。あー、なるほど。そう。で、その、グッパイには勝ったんだけど、その、原因となったアンブレラには負けたから、その、結局、首になっちゃって。あー、なるほどな。あ、道間違えてるわ。ちなみに、うん、じゃあ、GBC はなんで入ってた？ GBC はなんでだろうね。確かに言われてみれば。え？わかんないや。なんで入ってたんだろう。ちょっと、じゃあうちも入れてくれよ。あ、確かに。確かに。そこはでもまあ、ボスが決めることだからね。あ、まあ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 。マイニーが言えばよかったんじゃない？なんか 3組でやるみたいだけど、オールインもやろうみたいな。そんな軽いノリでいける？いけない？やっぱボス怖い？いやいやいや、意見は出せるけど。意見は出せるけど。意見は出せるけど。そんな軽いノリで入れるもんじゃないと思ってたから。まあまあまあ、そうだろうね。なるほどな。まあ、それで、そうなっちゃったんだ。そう。いや、俺、いや、なんかね、惜しかったんだよね、結構。勝てそうな、多分、マイニーが、俺がマイニーだったら勝てたね。いや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 。俺じゃなくてマイニーだったら勝てたと思う。いや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 。そんなことないから。え、おお、え、なんでこのタクシーあるの？空港だから。空港だから。誰か引っ越してきたのかな。いきなり、ここのタクシー見てると、うん。めっちゃ昔に、うん。世界大会で、うん。その、うん。ニューヨークいたときに。おお、かっこいい。そう、いたときに。うん。すべて予定終わって、うん、最後の日にちょっと観光しようやなって、うん。なんだっけな、エンファイアステートビル。はいはいはい。そこに行こうみたいな感じで。ああ、いいね。タクシー乗ったら、うん、このタクシー、現金しかもらわなくて。
そのタクシードライバーがめちゃくちゃ怒ってきて、えとその時一緒にいたやつの話なんだけど、うん、怒ってきて、じゃあ、うん、今から銀行から ATM から、うん、お金下ろしてあげるからって言って、うん、下ろして、うん、そのお金出したら、うん、それでも怒ってきて、えなんでそれで、うん、多分時間取っちゃったから、あそれで、はいはいはい、まあ、こいつ多分と思って、うんうん、チップで10ドルぐらい渡したらニコニコで帰った。あーなるほどね。えてかさ、オールインってさ、こういう早い時間に鼻つんだり薬塗ったりしないの？するするする。あ、するんだ。それとはする。へー、前にはしない。俺はクラフトして、うんうん、あフラフラしてる。クラフトで、みんなが、うん、みんなが行こうってなったら行くけど。あーあー、やっぱ結構みんなで何か、そのリサ戦とかもさ、ウォールインの人結構みんなで来てるイメージあるし、なんかそんな感じなの？ほんとね、場合によるな。場合によるんだ。あ、これ結構時間かかりそうだ。30分とか全然かかるかかる、余裕でかかりそう、うん、余裕でかかるよ。なんか早かったら3、40分って感じなのかな。早かったら3、40分、うん、早かったら、うん、北まで行くからね。2700万のために30分、うん、まあ、やるか、普通にやるか。まあ分かんない、大型、大型と比べたらあれかもしれんけど。プロやった。ここはさっき入れたか。うん、ここはさっき入れたけど、やっぱオールインは大型成功率高い。確かに高いかな。高いんだ。9割ぐらいあるの、イメージ的には。すごいね。すごいな、それは。じゃあもう武器も減らないじゃん。いや、まあ捕まると成功するは違うからな。ああ、まあまあ、それはそうか、うん、なんかさ、その武器頑張って作る担当の人みたいなのっていないの？いないかも。その日その日、うんうんうん、見て足りないなと思ったら作って、うん、あ、そんな感じなんだ、うんうん、なんか武器ねーとかってトラブルにならないの？ならない、ならない、ならない。ならないんだ。なったことないかも。うん、なんかさ、サプレッサーついてない銃混ざってんぞみたいなのとかないの？ない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 。ないんだ。はい。すごいね。全、ないな、うん、ないんだ。結構、うん。重さでわかるから。おお、ちゃんとみんな見てるからってことか、うんうんうん。なるほどね。あれはなんか薬ないぞとかってのもならない。ならない。なるときあるけど、まあ。あるけど。本当に少ないかも。すごい、ちゃんとしてんな。まあでも、うん、それをが、その、うん、自分やってくれる人がいるから、まあ、詰まってるだけで。そうそう。そうだよね。みんながやるわけではないから、うんうん、正直に言って。なんかそういうさ、なんか裏の作業って誰がやってんの、特に？うちは、誰なんだろう。頑張り屋は、やっぱり、うんうん、ヘルワンを褒めたいですね。あ、そうなんだ。あ、でもね、ヘルワンさんは、よく朝早くクラフト場いるね。もういるから、最近は。そうなんだ。あ、てか、そうだ。素材屋いるじゃん、そういえば。そう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 。ゴー、ゴーさんとかさ、ね、素材いくらでも手に入るんじゃない、あれ。そうなんだよな、実は。素材屋さんが、二人もいるから。え、もう一人誰？あ、もしかして、あれか、あーっと、ノエルさんかな？そうです。おー、なるほど、それは強い。あ、そこそこそこ。お、バック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 。バック。うん。あったあった。うん、それと、うちには天使がいるからな。天使。天使って誰？天使。うん。
天使は天使。天使は天使。天使を知らない。天使知らない。この町の天使を知らない。この町の天使。誰が言い出したのそんなこと。え、これ。うん。これはダメです。これはダメです。許せません。許せない。それで何、あのオールイン内で呼ばれてるだけじゃなくて、この町ではそれが当たり前のように天使って呼ばれてるの。当たり前当たり前。そうなんだ。そうなんだ。俺がちょっとあの外交的じゃないから知らないかも。なるほどね。天使。天使。天使は天使だから。あ、じゃあさ、誰が一番強い？血？うん。強いと？うん。打ち合いとか。あ、じゃあ打ち合いと、打ち合い、運転、ヘリ。打ち合い、車、ヘリで。じゃあ。あー。うん。打ち合いはもちろんボスでしょう。おお、ボスなんだ。ヘリはやっぱり、うん、うちの白井さんでしょう。あー、なるほど。うん、うんうん、車は？車は、うん、え、車は誰なんだろう。まあでも基本みんなうまいよね、多分。うん、みんなうまいから、うん。マイニーは何が得意なの？これ？うん。ポン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 枠なの？ポン、俺ポン枠。ポン枠なんだ。俺こう見えてポン枠。マジ？うん。え、でもさっきさ、なんかの世界大会行ったみたいな。ああ。うん。ポン枠。それでもポン枠なんだ。うん、ポン枠。えぐいな。えぐ。いや、俺がポンなだけ。こう見えてポン枠です。え、じゃあさ、なんでオールイン入ったの？なんでオールインに入った？うん、まあ簡単だけど、うん、まあ自分の、うん、この街での生き方が、うん、もうあまりにも、うん、その思考というか、今は結構変わったけど、その当時、うん、もうあんまりにも、うん、その競技向けすぎて、あーあ、うん、何言ってるか分かんないけど、うん、競技向けすぎて、うん、噂で聞く、うん、あ、こう左ね、オールインじゃなきゃダメと思った、うん、ああそういうことね。ああ、うんうん、最強だからってことは、うん、まあまあ、仲いい友一応多かったしな。なんかなんとなく。それで、うん、この組織に入ると、うん、この街を楽しく過ごせそうだなって、いうことで、うん、入ったんだ。うん。入りたいですって言った。入りたいって言ったら入れるもんなの？うんうん。うちには、うん、大きな、その、うんうんうん、その、扉がある。その狭い門を通ったら、うんうん、その中に、すっごい高い壁があって、うん、その、うん、うん、これは、強さと何の関係があるんですかねっていう、うんうん、その、素晴らしい、うん、でかい、その壁があって、うん、それを、乗り越えなきゃいけない。うん、あー、なんか、あれ、面接みたいな。まあまあ、そういうもん、そういうもん。なるほど、それ乗り越えたんだ。それを、乗り越えた、うん。素晴らしいものがあるので。素晴らしいものか。まあ、それは、オールインに入りたいってならないと、わからないってこと。わからない、わからないと。まあ、わかる方法はあるんだけど。うん、あるんだ。うん、まあ、その、うん、なんていうか、うん、ボスとある程度関係値が溜まったら、うん、うちのボスとある程度関係値が溜まったら、うん、こうさらわれることはあるかな。さらわれることあるんだ。うん。ああ、なるほど。ああ、なんか気に入ってもらえたらさらわれて試されるみたいな、そんな感じ。うん。そういうわけではない。
ただのおもちゃになる。ただのおもちゃになる。きつ怖いな、それは。そうなんだ。どう？最近はさ、なんかオールイン入りたいみたいな人はいないの？あー、いるっちゃいたけど。うん。いるっちゃいたね。いるっちゃいたんだ。いた、いた。その人いるっちゃいたっていうか、いた。いや、いた。うん、いたけど何、諦めたの、その人は。わからない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 。そこまでは言ってないってこと、その、面接的な。まあどうなんでしょうね、うん、これは。モズはな、俺は、うんうん、前の組織でいろいろあるからな。あー確かに。どこだ？確かにそこ、そこ、降り。あ、あったあった。オッケー。旗の裏に隠れ、うん。そっか。そういえば元コンセルだったね。うん。忘れてたわ。その時は、うん、空気感薄かったから。空気が薄かった。だってさ、だってなんか暇だからいつでも電話してくださいって言ってたもんね。あ、めっちゃ暇だった。空気感、存在感がちょっと溢れ出してる。存在感溢れ出してる最近、うん、よかったじゃん。うん、何最近何あったの？うん、言わない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 。何気になるな。言わない。でもあれだね、あのネコカフェに来てるさ、オールインの人たちのいじり見てるとさ、ああ結構なんか大変じゃね、あれ。うん、大変じゃない。もしかして、もしかして、そこそこ。モズはそんなない。そんなかな。もはや楽しんでますからね。おお、いいね。自分に与えられた試練だと思ってる。おお、ネコカフェのスペシャルとかは。そう、そう思える人はマジですごいと思う。これを乗り越えたら、うん、俺はもっとノリがいい人になるよ、うん、って考えるのが本当にいいと思う。うん、そう、ポジティブ。イエス。あ、そこだ、左。赤花ね。でも俺はね、俺スペシャルはさ、最初は無理してやってたけど、うん、最近は、まあ、こういうのは得意不得意があるから、まあ、俺はそこじゃないなって思ってさ。あ、なるほどな。そう。だから無理して頑張らなくていいやって。得意な人に任せようと思ってる。そりゃそう。それもいい考え方。うん。でもちょっと昔無理してやってたのちょっと見たいな。一回は先輩のネコカフェの先輩のスペシャル、うんうん、今はないけど先輩のスペシャルちょっと一回は見たいな、うん、まあそのうちね、うん、昨日とかは、うん、もうその昨日の夜も、うん、うちのやつらが遊びに来て、うん、俺にもうスペシャルっていうかスペシャルってもう芝居みたいなのをやらせたから。あ、コントみたいな。そう、コントみたいな、うん、そう、うん、やらせてたから、うん、なんかもうユニアさんに助けを求めてもうこれ やらなくても、うん、その断ってもいいですよねって言ったら、うんうんうん、あ、まあ、売り切れみたいなのもできるねって言われて、うんうん、でもちょっと見たいかもみたいなことで俺を地獄に落としたからの最後流れがミーニャさんのスペシャル見たいねってなったら、うん、なって、うん、あ、じゃあ芝居ですよねって言って、うん、でやったの？ミーニャさんやった。やっとんの？やった。珍しい。あの人はやらないからね。やるしかなかったあれは。へえ。もう一緒に落ちましょうって、うん、落としてやった。見たかったなそれ。普通に、うん、普段ナタラさん、カルテルから電話あったんですけど、黒市民は今週青でもらって、うん、普通の市民と交流する機会がない。普通よりは少ないから、ないから、ね、なんか
そういうところでいろいろ話せる、なんか、うん、初めましての人と話したりとか、うんうんうん、普通に仲良くなれるなっていう、あ、いいじゃん、ところでめっちゃいいなと思って、うん、今までなんで飲食店働かなかったんだろうなぁ。すごい、めっちゃ気に入ってもらってる。あ、いやでもね、わかる、あの一人でさ、鼻くんでたり薬練ってたりしても何にも生まれないからさ、そのお金しか、あ、確かに、お金しか生まれないから、確かにお金しか生まれないから。オールインってさ、なんか人を辞めたりする？3043は空いてますね。ないかもな。ないんだ。うん、なんでだろうね。なんででしょう。なんでだろうね。なんででしょう。行くわ、とりあえずそっち。俺結構さ、もう俺が入ってからさ、2人辞めててさ、ある程度融通聞こうとしないとダメだよ。まあなんか個人員も含めたらもっと辞めてて、あー、うんうん、もうすごいさ、なんかモヤモヤするんだよ。残された身からするとさ、辞めるってことはかなり思うところとか不満とかがあるのかなっていう。なんだろう、まあやりたいことを見つかったかもしれないしな、うん、ああ、まあそういうポジティブな理由だったらいいけどね。なんでオールインは辞めないんだろうね。なんかいてさ、どう思う？いてどう思う？うん、オールインに実際にいてさ、うん、カプシュギャング、カプシュギャング、どういう意味？カプチュー、カプチュー、カプチュー、カプチューって何？カプチュー知らん？カップルのこと？うん、カプチューってこと。あ、何？オールイン内でそういうのが。いや、違う。オールイン内ではない。オールイン内で恋愛が。オールイン内じゃない。オールイン内じゃない。それすごい納得だな。オールイン内じゃない。オールイン内じゃない。オールイン内じゃない。あ、違う。カンバ。あと、オールインの人たちがよそでカップルの妄想して、みたいな。それで楽しんでるみたいな。どういうこと？ちなみに俺もそうだし。あ、カプチューなんだ。カプチュー、カプチュー。誰と誰のカップルが熱い？言えません。言えないんだ。あ、それ、あの、妄想とかじゃなくて、本当のカップルってこと？違う。うん、違う。そうなって、うん、なんでなんだろうな。みんなの目的が統一されてるから、うん、どこじゃないかな。目的って何？警察しばいたるみたいな。うちでそういうイメージ、うんうん、結構そういうイメージあるけど、あ、まあ、間違いはないかも。OK、 じゃあ終わり、カジノ行こう。 OK、 じゃあもう払っとくよ。あざす。マイニー、マイニー、ありがとうございます。はい。